はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ、今回もやっていきます。今回はね、今日6月6日なので、本来だったら妖怪ウォッチ4の発売日で、なんかねコロコロコミック見るとなんか連動とかって書いてあったんだけど、それも延期なんだね。特にないね。6日目ということで、まあ今回はね、まあちょっと次のガシャ、細かいじゃ7日目なんでね、多分復刻とかあるんで、それのちょっと予想の話と、あとはね、サブアカ攻略についての話をしてみます。ちょっとね、サブアカ特攻なしサブアカ攻略結構むずいね。ちょい今のとこワイポイントが1万6000ですかね、メインアカはね。あんまり溜まってないね。はい、そしたらね、今回はサバカでね、おもてなすをゲットできますので、3500たまったんでね、ゲットしていきましょう。いやー、なんとかたまったわ。結局26回もかかってしまったね。はい、じゃあゲット薄らかげなんだよね。そして漢方はまあ使わずにいけて、9個だね。そしてゲートがね、湯煙6があるんで、6で、まあ、できたら1個も使わないでクリアしたいんだが、まあ1個使うって感じになるかな。メインアカウントは無限フィーバーで倒したけど、こちらはそんなゲートを使えないので、まあまあそんな感じかな。そして本番にあと6個プラスできるから15個か14個で挑むっていう感じなのかな。ちょっと未知数、どうなんだろうね。はい、そしたらね、一応精霊バンバラヤとか持ってないこのサブアカについては、一応今やるせなすじゃなくて、なんだっけおもてなすか、おもてなすがね、まだ40レベル42までしかちょっと強くできてなくて、で技レベルもね3までしか上げられないと。でちょっとこの状況だとね、前ね、メインアカはね、駒次郎、温泉駒次郎がいて、7個必要だったのよ、漢方が。でこいつは今あと6個交換できて15個で、まだゲートのレベル6をクリアしない。でね、6をね、どんぐらいでいけるのかなっていうところが問題になってくるのと、ちょっとこれもやってみないと分かんないけど、なんとなく7は10個以上いるんじゃないかなっていう、ちょっとそんな予感があるんだよな。いや、今までね、サブアカもなんだかんだ言ってね、ダメージカットなしでね、大ボスに挑んだことがないのよね。メインアカウントあるよ、もちろん。いや、メインアカウントもないな。ないな。必ずこの交換できるおもてなすに関わるところが、ダメージカットだったから、今までミイラボールとかも始めだからないんだよね。ダメージカットの妖怪をなしでレベル7挑んだことがなくて、メインアカウントはちょっとね、たまたまコマさんいたから、コマジロいたからね、ゲットできたんだけど、ちょっと何個漢方が必要なのか分かんない。ちょっとごめんなさい、もしね、コマジロなしでやった人、おもてなすだけでねやった人、ちょっと漢方どんぐらいでいけたかっていうのちょっと聞きたいんだけど、15個で6と7いけんのかね、技レベル3でっていうのがあってね、ちょっと今いろいろ考えてますなんでちょっと今回は攻略、いや、あっさりやろうかなと思ったんだけど、ちょっとね、なんかギリギリ足りねえんじゃねえかってちょっとだけ思ってて、もしかしたらちょっとね、漢方20個貯めようかなとちょっと思ってます。20あればまあ足りるかなっていうのと、6はね、途中まで途中まではなんだ、漆黒鬼で回復しながら行くっていう作戦してやれば、多分3個でいけるんじゃないかなと思うんだよね。おもてなすもいるからね。6。コマさんの6ね。30万ぐらいヒットポイントあるよね。
あれはね、メインアカはちょっと無限ループで倒したから、なんかね、そんなこともあって、今回ちょっとサバ難易度高いのかな。なんで、まあ、せっかくちょっと23回はクリアしたんだけど、ちょっともうちょっとかかるかなっていうところの見通しですかね。まあちょっとね、なんで、いやあとは玉砕覚悟でね、ぶっ込むだけなんだけどね、一回もやったことないからね、ちょっとね、もしそれやったことある人いたらね、技レベル3も低いしねなんでちょっともうちょっとね計算してから、まだね6日目なんでね、やろうかなという感じなんで、まあ皆さんもね、ちょっとあのおもてなすだけで戦ってる人ね、あのバンバラヤとかもなくてね、あの肉弾戦で挑もうとしてる人はちょっとね、どんぐらいできたっていうのもしありましたらね、コメントなどで教えていただければと思います。はい、まあちょっとね、交換ね、まだ漢方交換できる Y ポイントもまだ揃ってないんでね、なおさらねいけないなというところなんでね、ちょっと一回ね6やってみたんだけど、間違えてね、おもてなす鍛える前にあのゲートボール買っちゃってね、あと1個しかゲートボールもないんで、まあゲートボールはね、ミッションとか使えばあのゲットはできるので、あれなんだけど、ちょっと漢方交換するね Y ポイントもまだなくなっちゃったんでねいや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 、爆死ガシャやってる場合じゃなかったねっていうね。まあなんでちょっとストップしてます。はい、なんでこんな感じかな。ちょっとね計算が甘かったかなって感じだね。はいはいはい、ということでね、ちょっとメインアカの方戻ってきたんですけどね、メインアカはまあ47回、あんまりできてないけどね、ただちょっと気まぐれゲートってね、割と嫌いじゃないっていう理由はね、その創造主の的、ご褒美の的、湯煙の間があって、まあ精霊バンバラヤがいないからそんなサクサクはできないんだけど、この湯煙の間があるとなんか休憩時間になるじゃないですか。まあね、倒せる人は倒したらいいと思うんだけど、まあ、それが自分は気に入ってるかな。なんかね、あんま、なんかちょうどいい感じで、いい休憩になるというかね、まあ、だからなんかね、続けられるというか、黙々とひたすら弾を壊すってわけじゃなくて、なんか休憩時間が絶対、あるんでね、それが気に入ったりしてるかな。はい、さてね、そして、今回ね、駒川ちゃんアップが7日までなので、木金ってまだあるんだけど、で今回フォーエバーフレンズのツクヨミとアマテラスが SSS で、まあ、復刻っちゃ復刻してて、でただね、今回、まあ、前回もそうだったけど、多分前回は極オロチだったよね。ということでちょっとね、多分復刻来ると思うんでね、予想をちょっとしたいなと思います。で前回すさまじいいい復刻だったよね、このイケメン犬が来てて、クリスタルイケメン犬来ててね、で多分クリスタルイケメン級だったら1体でも、あ、なんかすげえいいガシャやっちゃうわみたいに思っちゃうけど、まあ、それ以外のもしね、あそこでクリスタルイケメン犬出しちゃったらさ、もう他の妖怪なんて何よって感じでしょう。で今回この極妖怪が来たとしても、なんかいやちょうどね、アーク発売極土の子と極武者だったから、まあ、この2体が一応来るかなと思ってんだけど、まあ、極玉ハゲみたいなのが1体来てもしょうがないから、だからちょっとね、一応今んとこ予想はやっぱりアークが発売されてきた極不審やん、極土の子、特にまあ極土の子一体が、いや来んじゃねえかなってちょっと予想してるけどね、極土の子アーク発売だったし、これ一体来たらもうみんな泣いて喜ぶよね。だってワイポイントアップね、スキル上げれば必ず5ポイントもらえるから、なのでね、土の子じゃないかと。で土の子とか極オロチみたいなスペシャルじゃなければ、例えば極武士ニャンと極生ハゲ
1体で2体ずつとかね、そう2体ずつパターン、2体ずつパターンもあるんじゃないかと。なんかクリスタルレジェンドもし来るとしたら、もうだって悟空じゃねえ、クリスタルイケメン犬以上のね欲しいのいないからね。まあまああえて言ってヤマタンがね一気に消せるってやつだからだけど、それ他が1体で来てもへえって感じだからね。だからなんとなくクリスタル妖怪2体か極土の子か、それか極生ハゲ極武士ニャン2体とか、まあなんかそんな感じでね来るんじゃないかなとちょっと予想してますね。なんか1体じゃなーっていう感じだよね。ただね問題難しいのは2体来ちゃうとガシャが難しいよね。ガシャって結局多分プログラムの関係で、ランクでパーセントとかつけてんじゃないかなと思うんだよね。まあランクっていうかな、だからいやだから結局その数が多くなると全体の確率を減らしちゃうだけだから、やっぱ1体がねベータなんだよね。だってこれアマテラスだって月読みだって1体で出てきたら 1.2% で本当は出せるって感じなんで、そう上位の出す確率はね決まってるから、だから対象が増えれば増えるほど確率がね超アップでも減っちゃうっていうことなんでね。だからねっていうところをちょっと思ったりしてますね。いや復刻、そしてねあとポイントは復刻追加って多分ないんだと思うんだよね。で復刻でやっぱ今回みんなに Y ポイント稼がせないぞということで、やっぱりねワイポイントアップは温泉コマさんだけなのかっていうところがね、あとはちょっとその2つが気になってますね。なんか本当はさ、本当は妖怪ウォッチ4の連動でそいつがワイポイントアップだったんじゃないのっていうね。そいつが本当はワイポイントアップだった予定で、でもなんか延期しちゃったからなくなっちゃったみたいな、なんかすごいひどい、ユーザーにとってはね最悪だよね。最悪の状態になってる気がするんだよね。だからちょっと今そんなことを思ったりしてるので、なんかちょっとね上の方にはその挽回をしてほしいな。多分妖怪ウォッチ4連動のやつがねワイポイントアップだったと思うんだよな。という感じなので、はい、今回はそんなそんなちょっと話をしてみました。皆さんねどんな予想ですかね、よろしければコメントなどで教えてください。はい、じゃあちょっと引き続きね、サバカの方はね、漢方をちょっと貯めつつ、6をね、ちょっといい時に、なるべく漢方使わずにね、落として進めていきたいなと思っています。はい、じゃあどうも最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、またお会いしましょう。さよなら。バイバイ。